認知神経科学おじさんです。今回は、脳内の情報伝達がどんな感じで行われているかを簡単に取り上げます。脳を構成する細胞には、神経細胞別名ニューロンとグリア細胞があります。神経細胞は脳全体の10%で、残りの90%はグリア細胞が占めています。 グリア細胞とは神経細胞の働きを助ける重要な役割を果たす細胞です脳の複雑な活動は神経細胞のネットワークによって成り立っていますちなみにニューロンとは剣や綱を意味している言葉です脳全体では千数百億以上の神経細胞があると考えられていますがはっきりした数は分かっていませんちなみに 大脳神秘質には約140億1平方ミリメートルあたり約2万から10万の神経細胞が密集しています小脳にはここだけで1000億以上もの神経細胞があると推測されていますニューロンはこのような形で活動しています神経細胞は細胞体樹状突起 軸索別名神経繊維と呼ばれる部分からなっています細胞体とは神経細胞の本体で他の細胞と同じように核やミトコンドリアなど細胞を構成する器官があります樹状突起は細胞体から何本もの枝のように伸びている突起で他の神経細胞からの信号を受け取っています軸索別名神経繊維は 細胞体から1本だけ長く伸びた部分です受状突起で受け取った信号は軸索の中を伝わっていき軸索終末と呼ばれる末端にたどり着きますそしてさらに他の神経細胞の受状突起へと信号を伝えていきますまた 軸索には随小別名ミエリン症というグリア細胞によって作られたところどころにくぼんだ皮膜があり軸索を流れる信号の伝達速度を速める働きをしています脳細胞の90%はグリア細胞で占めています 神経細胞の隙間を埋めるように存在していますグリア細胞は神経高細胞とも呼ばれていますこれはもともとグリアがニカワを意味する言葉を由来としているためですニカワとは動物の皮や骨を煮詰めて作ったゼラチンを主成分とした接着剤ですグリア細胞はニカワのように神経細胞を支えまとめ ちょうど結合組織の働きをしています他にもグリア細胞には神経細胞に栄養を与える脳内の老廃物を処理する有害物質の侵入を阻止する信号の伝達をスムーズにするなどの役割がありますまた最近グリア細胞も神経伝達物質などの化学物質を使い脳内で何らかの信号をやり取りしていることが分かってきました グリア細胞は形や役割の違いから正常グリア別名アストログリアまたの名をダイグリア小グリア別名ミクログリア奇トキグリア別名ボウトッキグリアまたの名をオリゴデンドロサイトの3種類に分類することができます正常グリアはグリア細胞の中で最も多く 星のような突起をを伸ばしした形をしています神経細胞を支えて血管から取り込んだ栄養を神経細胞へ供給していますさらに脳内へ血管を通して有害物質が入らないような関門の役割をしていますショーグリアは脳内の免疫機能を維持し老廃物例えば死んだ神経細胞や細胞などを処理するなど 血血液中にある白血球のような働きをしています紀突起グリアは棒突キグリアとも呼ばれ突起を神経細胞の軸索に巻きつけ随所別名ミエリン症という絶縁体効果のある被膜を作ることで信号の伝達を早める働きをしています。 手で感じた刺激が脳に伝わるのもさまざまな活動も全ては神経細胞内を電気信号が伝達することによって起きます。とはいえ電気信号が伝わるといっても電線の中を電気が伝わる仕組みとは全く異なっています。電線の電流はマイナスの電気を帯びた電子が流れることです。しかし神経細胞内では 細胞の内と外の電位差が逆転することで電気信号が伝わっていきます。ニューロンの細胞膜には細胞の外と内の間でイオンを通す通り道であるチャンネルがいくつもあります。この通り道はタンパク質でできていてイオンを輸送するポンプやドアの役目をします。この働きをするタンパク質をイオンチャンネルと呼びます。イオンチャンネルは ドアを開いたり閉じたりしてイオンの通る量を調節しています神経細胞は細胞膜で包まれています通常細胞膜の他には電気的にプラスのナトリウムイオンが多く細胞膜の中にはカリウムイオンが多くありますイオンとは電気を帯びた原子のことです そして、細胞膜には中にあるナトリウムイオンを組み出し、外にあるカリウムイオンを取り組むポンプがあります。このポンプは常に細胞内にあるナトリウムイオンの方を多く外へ組み出す働きがあるので、細胞膜の外の方が少しだけプラスの電位が高くなり、細胞外がプラス、細胞内がマイナスになっています。 そこへ信号が伝わると、信号を受けた部分の細胞膜にあるナトリウムイオンチャンネルと呼ばれる穴が1ミリ秒、つまり1,000分の1秒ほど瞬間的に開き、細胞内へナトリウムイオンが一気に流れ込みます。この結果、通常の状態とは逆に、その周辺では細胞内の方が細胞外よりプラスの電位が高くなります。 この細胞内のプラス電位のことを活動電位別名インパルスと言います。一瞬発生した活動電位は、細胞内にあったカリウムイオンを外へ排出することで、すぐに元の状態に戻ります。このようにして次々に隣のナトリウムイオンチャンネルが開くことにより、活動電位がバトンリレーのように伝わっていきます。 電線の中を流れる電気は電気抵抗のため距離が長くなるほど弱まっていくのに対して神経細胞の中を伝わる電気信号は弱まることなく伝達されていきます電波速度は最大秒速1 0 0ルほどです神経細胞では樹状突起で受け取った電気信号 活動電位が軸作の末端まで伝わっていきますそして次の神経細胞の樹状突起へと信号を伝えていくことになりますところが軸索の末端と樹状突起の間にはわずかながら隙間が開いており神経細胞同士は直接つながっていませんこの神経細胞同士のつなぎ目周辺部分のことをシナプス別名軸索終末と言いい シナプスにある隙間のこととをシナプス間隙と言いますシナプス間隙,の隙間は5万分の1ミリ程度しかありませんが電気信号を伝えることはできませんそこでどのように信号を伝えているかというと電気信号を化学信号に変換しています樹状突起で受け取った信号は軸先の中を電気信号として伝わっていき 軸先の末端にあるシナプス終末,末,末に来た電気信号の刺激によってシナプス終末にあるカルシウムチャンネルが開いて外からカルシウムイオンが流れ込んできますその結果シナプス終末内にあるシナプス商法という小さな袋から化学物質が放出されます ここのの化学物質のことを神経伝達物質,達物質にはノルアドレナリンやドーパミンセロトニンなど多くの種類があります要するに神経細胞の軸索の末端にあるシナプス終末まで来た電気信号はここで化学信号に変換されて。 次のの神経細胞の受突起へと伝えられますこの神経伝達物質を放出する側の神経細胞をシナプス前細胞別名シナプス前ニューロン受け取る側の神経細胞をシナプス後細胞別名シナプス後ニューロンといいますシナプス前細胞から放出された神経伝達物質がシナプス後細胞にある受容体別名レセプターへ結合すると 受容体にあるナトリウムチャンネルが開きますするとナトリウムイオンが細胞内へ流入し再び活動電位が発生しそれが神経細胞内を次々に伝わっていきます脳は神経細胞のネットワークによって成り立っていますしかし神経細胞同士はつながっていません そのため神経細胞を伝わってきた電気信号は化学信号に変換されて次の神経細胞へ伝えられます。なぜ神経細胞同士はつながっておらずわざわざ電気信号から化学信号へ変換するのでしょうかそれはもし神経細胞同士がつながっていて電気信号だけで情報が伝えられる仕組みになっていたら。 すべての情報がそのまま一気に脳全体に伝わってしまいます。脳はその部位によって役割が異なり、別々の働きをしています。そのため、同じ情報を脳全体に伝える必要はありません。むしろ、すべての情報を脳全体に伝えてしまうと、情報型になって、正常な働きができなくなり、脳がパンクしてしまいます。例えば 転換という病気は信号が流れすぎることによって起きてしまいますこうしたことから神経細胞を伝わってきた電気信号は途中化学信号へ変換することでその信号を次の神経細胞へ伝えるかどうかコントロールできるようになっています化学信号の中には信号を抑制するものもあります 神経細胞内を伝わってきた電気信号が必ずしも次の神経細胞へ伝えられるとは限りません伝える必要のない信号は途中で消滅するようになっていますこのように電気信号を一旦化学信号へ変換するのは必要な情報だけを適切な場所にのみ伝えられるようにするためというのとより複雑な情報伝達を可能にするため という理由があります脳は神経細胞のネットワークによって成り立っており神経細胞同士は神経伝達物質によって情報を伝え合っています。 神経細胞同士の伝達に使用される神経伝達物質は分かっているだけでも100種類程度はあると推測されそれぞれ役割が異なっていますその中には信号を伝える興奮性のものだけでなく逆に信号を弱める働きをしている抑制性の神経伝達物質もあります要するに神経伝達物質には 車のアクセル的な役割をする興奮性のものとブレーキの役割をする抑制性のものの2種類があります興奮性の代表的な神経伝達物質にはグルタミン酸やノルアドレナリンドーパミンなどがあります抑制性の代表的な神経伝達物質にはガンマアミノラク酸ギャバグリシンなどがありますグルルタミン酸はアクセル ガンマアミノはブレーキの役割をする神経伝達物質というわけです。脳の興奮を抑えるということでギャバを摂取するうんぬんがあったようです。ギャバは経口摂取しても血液脳関門を通過しないですが、中枢神経系に作用し、リラックス効果があるかもしれないと検討されています。 うまみ成分で有名なグルタミン酸もたくさん摂取してうんぬんという時代もあったそうですがこちらも血液脳関門は通過しませんただしグリシンは血液脳関門を通過し脳に作用するようですまた1つの神経細胞の樹状突起にはそれぞれ1万程度のシナプスがあると推測されていますそして基本的に1つのシナプスは 1> 1種類の神経伝達物質ししか使用していませんこのように興奮性と抑制性という神経伝達物質の特性と放出される神経伝達物質の量によって脳内の情報伝達がコントロールされています。 脳の毛細血管には血液脳関門という細菌や毒物など有害な物質を入れないための防御システムが備わっています体の他の部分にある毛細血管は組織細胞と直に接しており直接物質のやり取りをしていますところが脳の毛細血管は直に神経細胞と接することはありません グリア細胞が毛細血管の周りを取り囲むようにあり脳に必要な物質だけをグリア細胞が選択して通過させていますまた脳の毛細血管自体も普通の毛細血管とは異なる構造をしています普通の毛細血管の内皮細胞の間には隙間がありその隙間から血液中の物質が通り抜けられるようになっています しかし脳の毛細血管には隙間がないため通過することができません内皮細胞の壁自体を通過できる物質も限られてきますこの血液脳関門を通過できるものは脳で必要となる酸素や水分のほか 栄養素であるブドウ糖や神経伝達物質の材料となるアミノ酸などです。反対に追加できないものは細菌やウイルス、多くの化学物質です。グルタミン酸もギャバが脳に良いぞと言われて商品が大売れしていた時期もありましたが、これらも血液脳関門は通過しないのです。とはいえ、 体にとって有害なものでも血液脳関門を通過してしまうものもあります。例えば、アルコールやニコチン、麻薬などです。また、ストレスにさらされていると血液脳関門の働きが弱まって、健康な状態では通過させない細菌などを通過させてしまうこともあります。 体の毛細血管と脳の毛細血管のイメージ映像を見てみましょう。最初の方は体の毛細血管です。血管内皮細胞の間に隙間があり、いろいろな物質がすり抜けていきます。そのため、薬なども作用しやすいです。後半の方は脳の毛細血管です。血管内皮細胞がみっちりと詰まっているので、基本的に物質はすり抜けられません。 これが血管脳関門です。水分や酸素、アルコールなどはすり抜けていきます。薬が脳に作用するかどうかは、この血液脳関門を通過できるか否かにかかっていたりします。 シナプス前神経細胞から放出された神経伝達物質がシナプス後神経細胞にある受容体へ結合するとシナプス後神経細胞内で活動電位が発生します。こうしてシナプス後神経細胞の細胞体内に活動電位が発生して軸索へ電気信号が送り出されることを発火と言います。しかしか シナプス前神経細胞から神経伝達物質によって信号が伝わってきたからといって必ずシナプス後神経細胞が発火するとは限りません発火するには伝わってきた信号がある一定以上になることが必要ですそのためには2つの方法があります1つはシナプス前神経細胞から連続的に信号が送られて 信号が加算されて発火するというものですこれは時間的荷重と言いますもう一つは多くのシナプス全神経細胞から同時に信号が送られてくることでそれが加算されて発火するというものですこれを空間的荷重と言いますこのような2つの方法の組み合わせによって発火が起こり次々と信号が伝えられていきます 1>, 1つの神経細胞の樹状突起にはそれぞれ1万程度のシナプスがあります。そして大脳神皮質には140億、脳全体で1000億以上の神経細胞があります。それぞれに1万程度のシナプスがあり、情報をやり取りしているとしたら、脳がいかに複雑な神経経路になっているかがわかるかと思います。基本的にはは、つの神経細胞は 1> 1種類の神経伝達物質しか放出し,ませんし,かし受け手側である一つの神経細胞の樹状突起には多数の神経細胞から興奮性と抑制性の神経伝達物質が同時に届くようになっています要するに受け手側の神経細胞へは興奮性と抑制性の信号が両方とも伝わってくるということです その結果神経伝達物質を受け取った側の神経細胞ではちょうど興奮性と抑制性の2種類の神経伝達物質による多数決のようなことが実現されています興奮性の神経伝達物質が伝わると神経細胞では活動電位が発生します逆に抑制性の神経伝達物質が伝わると活動電位の発生が抑えられます 興奮性プラスと抑制性マイナスが合算されて、結果的にプラスの値が大きくなったとき、言い換えれば、活動電位の発生量がある一定量を超えたとき、初めて電気信号が軸索へと送り出されます。このように、興奮性と抑制性の2種類の神経伝達物質を使用することで、 単純に電気信号だけで情報を伝えるよりもより複雑な情報伝達が可能になりますシナプス前神経細胞から放出された神経伝達物質はシナプス後神経細胞にある受容体と結合します神経伝達物質と受容体は ちょうど鍵と鍵と穴の関係にありますお互い決まったもの同士でしか結合できないようになっています例えばアドレナリンはアドレナリン専用の受容体にしか結合できないということですところが神経伝達物質と似た構造をした物質の中には受容体をだまして結合してしまうものがありますその結果 本来の神経伝達物質と同じ作用を及ぼすことになります。こうしたことを利用して、様々な薬物が作られます。例えば、覚醒剤は、その成分が神経伝達物質のドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンに似ているため、異常な興奮や快楽を感じるようになります。 覚醒剤により過剰なドーパミン放出が起こると幻覚作用とともに脳の形態を変化させてしまいます依存性も高いダメ絶対ですさて放出された神経伝達物質が受容体へ結合したままだとずっとイオンチャンネルが開いたままになり信号が伝わり続けることになってしまいますそれを防ぐために受容体へ結合した神経伝達物質は すすぐにに離れるようになっています受容体から離れた神経伝達物質もしくは受容体に結合できなかった余分な神経伝達物質はシナプス全神経細胞へ吸収されるか酵素によって分解されることになります。これらは神経伝達物質として再利用されます。またシナプス全神経細胞には 神経伝達物質のセンサーがついており放出した神経伝達物質の量を常に監視しています適量だと判断すればそれ以上の神経伝達物質の放出や製造をしないようにしていますシナプス前神経細胞から放出された神経伝達物質は シナプス後神経細胞にある受容体へ結合します興奮性の神経伝達物質が受容体へ結合すると受容体にあるイオンを通す穴イオンチャンネルが開きナトリウムイオンがシナプス後神経細胞の細胞体へ流入しますナトリウムイオンは電気的にプラスなので細胞内の電位がプラスになりますこれが興奮性の信号になります 逆に抑制性の神経伝達物質へ結合すると、受容体にあるイオンチャンネルが開き、塩素イオンが細胞体へ流入します。塩素イオンは電気的にマイナスなので、細胞内の電位がプラスになるのを抑えます。塩素イオンは電気的にマイナスなので、細胞内の電位がプラスになるのを抑えます。これは抑制性の信号です。 これら興奮性と抑制性の信号の総和によって活動電位の発生がある一定量を超えると発火が起きます発火が起きないときは個々で信号が途切れ次の神経細胞へ伝えられることはありませんイオンチャンネルが開き細胞内のカリウムイオンが外に出る場合も抑制性になりますカリウムイオンは電気的にプラスなので カリウムイオンが外に出ることで細胞内の電位が下がるのですこのような受容体をイオンチャンネル型受容体と言いますまた信号の伝達方法にはこれらの他に受容体へ神経伝達物質が結合することでシナプス後神経細胞内の特殊なタンパク質が活性化して興奮性をコントロールしているものもあります この受容体を G タンパク質共役型受容体と言います。後に説明する自律神経は短時間に体内環境をコントロールするのに対して、もう少し時間をかけたコントロールを行っているのが内分泌系です。内分泌系とはホルモンによる体内環境の調整のことです。 ちなみに神経伝達物質とホルモンはどちらも体内で作られた化学物質で基本的には同じものです。一方神経細胞の間で情報伝達を行っているものを神経伝達物質と呼んで血液中に放出されて情報を伝達するものをホルモンと呼んで区別しています。 神経伝達物質と同様にそれぞれのホルモンも決まった標的器官にしか作用しません標的器官には特定のホルモンとだけ結びつく受容体があるためです標的器官に結びつくホルモン量が多いほど作用も大きくなりますホルモンの分泌は視床下部によって支配されています 視床下部の下には下垂体という 1cm 程度の小さな突起が垂れ下がっています。下垂体の視床下部からの命令に従って、各種のホルモンが分泌されます。下垂体は大きく前腰と後腰に分けることができます。 下部から下垂体前葉への命令はホルモンで伝えられて下垂体硬用への命令は神経繊維によって伝えられます命令を受けた下垂体前葉からは6種類のホルモンが分泌されます具体的には成長ホルモン甲状腺刺激ホルモン腹腎皮質刺激ホルモン卵胞刺激ホルモン黄体ホルモンプロラクチン乳腺刺激ホルモン 応対刺激ホルモンとも言います例えば甲状腺刺激ホルモンはその名の通り甲状腺を刺激して甲状腺からチロキシンサイロキシンというホルモンを分泌させますオキシトキシンは細胞の代謝を活発にする働きがあります下垂体紅葉からはバソプレッシンとオキシトシンという2種類のホルモンを分泌しています これらは支障株で作られて下垂体抗養に蓄えられたものです。ホルモンは血液によって運ばれます。下垂体全容から分泌ホルモンとして次のものが挙げられます。成長ホルモンの標的器官は骨や筋肉で、骨と筋肉の発育を促進します。 甲状腺刺激ホルモンの標的器官は甲状腺でチロキシンを分泌させて細胞の代謝を促進します。副腎皮質刺激ホルモンの標的器官は副腎皮質でコルチコイドを分泌させて肝臓で糖を作り血糖値を上げます。卵巣刺激ホルモンの標的器官は精巣や卵巣です。精巣では 男性ホルモンであるテストステロンを分泌させて男性らしい体を作ります卵巣では女性ホルモンであるエストロゲンを分泌させて女性らしい体を作ります黄体形成ホルモンの標的器官は精巣や卵巣です精巣での働きは卵巣刺激ホルモンと同じくテストステロンを分泌させて男性らしい体を作ることです卵巣ではす 胞体ホルモンであるプロゲステロンを分泌させて妊娠の準備や維持をしますプロラクチンの標的器官は乳腺や卵巣です乳腺では母乳の分泌を促し卵巣では胞体系形成ホルモンと同様に胞体ホルモンであるプロゲステロンを分泌させて妊娠の準備や維持をします 下垂体抗腰から分泌されるホルモンとしてバソプレッシンとオキシトシンがありますバソプレッシンの標的器官は腎臓や動脈です腎臓では尿量を調節して動脈では血圧を上昇させますオキシトシンの標的器官は子宮や乳腺です子宮では子宮を収縮させ乳腺では母乳の分泌を促します 自律神経は脳幹および脊髄から出ている末梢神経で心臓の動きや体温など体内環境を自動的にコントロールしています。また自律神経も喜怒哀楽など本能的な心の働きである情動と密接に関係しています。怖い体験をした時自然に心臓がドキドキしたり冷や汗をかいたりするのも自律神経が働いているためです。 自律神経には交感神経と副交感神経の2種類がありますそしてこれら2つの神経系は強調して働いていますシーソーのように一方の活動が活発な時は片方の活動は抑制されていますさらにこの2つの神経系はおおむね反対の作用を及ぼすことで身体環境のバランスを持っています例えば 交換神経は心臓の鼓動を促進して血圧を上げるに対して副交感神経は反対に心臓の鼓動を抑制して血圧を下げるという作用があるといった具合です。大雑把に言うと交感神経は突然の緊急事態に対応するような活動を促す指令を体に発して副交感神経は体を休息させるための指令を発していると言えます。 こうして常に体の状態が安定するように働いていますところがストレスや過労などにさらされているとこれらの二つのバランスが崩れてしまうことがありますすると動悸や頭痛、めまい、下痢、倦怠感など体に様々な症状が現れるようになりますこれが自律神経失調症と呼ばれる状態です こうした症状があって他に特別な原因がない場合は自律神経失調症の可能性があります自律神経の一つ交感神経は主に緊急事態に遭遇した時などに働きます突然ヒグマと出会い戦うべきか逃げるべきか という、闘争か闘争かの決断をしなければならないような場合です。交感神経は脊髄から神経繊維を伸ばし、神経伝達物質のノルアドレナリンにより末端の器官へ情報を伝達します。その結果、体に次のような作用を及ぼします。周りの状況や相手の動きをよく見ることができるように動向が拡大します。 より多くの酸素を取り入れられるように気道が弛緩して呼吸も速くなります。心臓の気道を促進させ全身の筋肉や脳へ大量の血液を送り素早く動き的確な判断ができるようにします。逆に皮膚など必要のない部分へは余分な血液が供給されないようにそうした部分の血管が収縮します。また 皮膚の血管が収縮することで傷を負った時にも出血を抑えることができます。胃での消化など必要のない活動も抑制されます。体温の上昇を抑えるために汗が出ます。肝臓からグリコーゲンを放出し、それを分解することでエネルギー源であるブドウ糖を作ります。肝臓の上にある副腎水質を刺激しノルアドレナリンとアドレナリンを血液中に放出し、体全体として、 これままで述べた効果を高めますこのように交感神経は即座に状況に対応した行動ができるように必要な身体機能を高め逆に不必要な機能を抑制するように働きます交感神経が緊急事態に対応するための神経なら副交感神経は体の休息と回復を促すための神経といえます例えば 食事をした後の少しだるくて眠たいような感覚だと思ってください。副交感神経は脳幹および脊椎の下の方にある線髄から神経繊維を伸ばしています。末端器官への情報伝達には神経伝達物質のアセチルコリンを使用し、体に次のような作用を及ぼします。 外界からの光を減少させるように動向が収縮します軌道も収縮し呼吸も遅くなります胃の消化活動が高まり腸の血管も拡大することで血液が集まり消化が促進されます肝臓ではブドウ糖になるグリコーゲンが合成されますこのように副交換神経は体を休め体力を回復するための働きをしています そして一度緊急事態が発生した時には即座に対応できるようにしています。また副交感神経はそれぞれの器官に対して交感神経と逆の働きをしていることがわかります。別の見方をすると交感神経は昼の神経副交感神経は夜の神経ともいえます。そのため自然で快適な睡眠をとるためには。 寝るまでに交感神経の活動をしめ副交感神経を活発にする必要がありますゆっくりと湯船に浸かったりリラックスできる時間を作ることで副交感神経の活動を促すことができますストレス肩の状態にあると交感神経副交感神経のスイッチが切り替わらなくなることがあります体を動かしたいと思っても、 副交換神経優位な状態のため体がだるく動かないという状況や眠りたいのにイライラしたりドキドキしたりして眠れなくなってしまったりという状態が続いたりします。